花火トーク。お、花火トーク、うん、MC 花火の思い出をどうぞ。花火の思い出、うん、花火で、あー、そんなもんある。なんか中学生ぐらいの時に、うん、はいはい、近くの河川敷で花火大会やってて、うん、で家族と行ったの確か、うん、はいはい、からあの別のクラスの、あの、うん、まあ、いわゆる陽キャグループのやつが、うん、彼女と来てて、うわ、もうすごい死にたくなったっていう話何の容赦もないやつだな、うん、それは容赦ないな。俺嫌でしょそれでも、まあ、嫌やなめちゃくちゃ嫌やろ、ね、匂いまで。片や俺は家族で、ね、うん、いや、まあ、いいじゃん、まあ、いいじゃない、一番気にする年齢だから。そうだね、その年は、うん、その年はね、そうだね、アビスが、アビスが、ね、アビスだ、少年のアビスが話したことあったかな。なんかさ、うん、神戸の花火大会行ったんや、うんうんうん、したらあそこってあのなんか入場ゲートみたいなのがあって、海岸沿いのね、うん、でそこに詰め込まれるのよ大勢で。で終わったらそっから一列になってすっごい時間かけて出るんやんか、うん、はいはいはい。でもその後みんな花火見てこう紅葉してんのよ、うん、で、あのスピーカーでさ、うん、あのすき焼きが流れてたのよ。すき焼き、上を向いて歩こう。ああ、好き。それ海外版の言い方で。なんで海外版で。上を向いて歩こうでしょ。あ、ごめんごめん、ちょっとあのアメリカ育ち出ちゃったんやけど。あ、そうだ。1秒もアメリカ入ってないでしょ。で、あのあれってさ、で結構みんな歌ってんのよそれ。うん、で、一人ぼっちの夜って言った時に、うん、後ろで陽キャが、うん、一人じゃないからなって言って。うわうわうわ、吐き気がする、吐き気。あ、陽キャにいじられたってこと？いや、いじられたっていうかその、まあ、あの俺らみんな一人じゃないぞって陽キャが言ってたの、まあ、いいじゃん、うん、孤立せよ孤立せよ孤立せよ、害読んでねえのか、うん、そいついいじゃん、いいじゃん、少女ねえぜ、俺も陽キャになりたかったな。わかる、うん、途中までは良かったんやけどな、なんでなれなかったんだろう。陽キャになれなかった話陽キャになれなかった話途中ってどこ、途中までは良かったんだけどなんでなれなかった途中ってどこですか。途中は、高校2年生です。そこまで余計あったの、うん、え、便所飯は都市伝説じゃないって話したっけ。それはもう聞いた、何回か聞いたか。その話はやめてもらっていいかな